タイム。どうもマツケンです。月曜火曜でコストコパトロールしてきたんですけれども、またね週明け新商品がいろいろ出ておりました。で、前回のビビゴの本格冷麺っていうのも、まあ、新商品の一つなんですけれども、それ購入した時にもう一つね、買ってたんで、紹介したいなと思います。それがこちらのスライスマンゴーです。こちら見たまんまの商品なんですけれども、大きめにカットされたマンゴーのシロップブズ系かな。はい、日本にはないですよね、こういうなんかダイナミックなフルーツの瓶詰めっていうのは。コストコにはこういうフルーツの瓶詰め系の商品ってたまに置いてるんですけれども、数ヶ月前にこの大きな瓶に入った桃のシロップ漬けっていうのがあったんですけれども、その商品ぶりにフルーツの瓶詰めっていうのが登場しております。ちなみに大きさの比較なんですけど、まあ二回りぐらい小さいですね。量的には半分ぐらいになっております。この桃のシロップ漬けは大きいんで、瓶が冷蔵庫にねこのまま丸ごと収納することが難しくて、小分けするのが前提みたいな感じだったんですけれども、このスライスマンゴーに関しては小さくはないけど冷蔵庫に収納することができます。なので特にね詰め替えたりとかせずに、まあ、この瓶のまま取り出して食べてっていうことをできるんで、まあ、割と取り扱いしやすいんじゃないかなと思います。でね、これ結構重いんですよ。一応内容量が 1190g 入っておりまして、固形量だけで 810g、全体で 1.2 キロぐらいなんですけど、この瓶の重さを含めると1835ありました。なので今ずっとこの高さで持ってるんですけど、ボーリングの投げる前ここの感じが見た目より重いので気をつけてください。はい、はい、ということで今から実食なんですけれども、これ系の商品ってこの最初ね蓋がやたら硬いので、開けるときはご注意ください。何か滑り止めのグローブとかシリコンマットとかを引いたらいいのかな。はい、こういったシリコン系のマットがあると、お、全然違うわ。はい、中の様子はこんな感じでございます。結構ねびっちり上の方まで入ってて、一つ一つの果肉が大きいですね。美味しそう。こんな感じでめちゃくちゃ大きいです。質感はですね、桃の缶詰にすごい似てます。まず感想をざっくり2つ言っとくと、1つ目は大きい、2つ目はですね甘い。大きさに関しては見た目通りね大きいのはもう分かってるんですけれども、これ日本語の説明書きにはですね、マンゴー水漬けって書いてあるんですけれども、シロップ漬けだと思います。ただ原材料名にそのシロッ
ップとかそういった感じの文言が入ってないので、もしかしたらもともとマンゴーが持ってた甘さだけなのかもしれないですけど、いや甘いなって思いました。普通にね、日本の王道の缶詰とかあるじゃないですか、桃の缶詰、あれと同じぐらい濃厚な甘さがあります。はい、色も王道に似てるんで、食べた時あこれマンゴーかえっていう感じの食感もね、王道の缶詰のやつとかに似てます。このね、桃のシロップ漬けの桃は結構ね、シャキシャキっとした食感があったんですけれども、こっちはね全然ないです。そういった食感が柔らかめなので、もうズルズルっと飲むように食べることができます。瓶からね出して食べるのもいいですし、細かく切って、ヨーグルトにあえて食べたりとかしてもいいと思います。ただこれね全体的に甘いんで、シロップの量で、まあ、その甘さ調整するみたいな感じでいいと思います。プレーンタイプのヨーグルトでも砂糖が入ってるタイプだったら、このねシロップは一切入れなくても全然いいような感じですね。はい、この果実ももっと歯ごたえがあるのかなと思ったし、シロップ自体もっとサラサラっとしてさっぱりしてるのかなと思いきや、逆でしたね。結構がっつりがっちり甘めのマンゴーでした。うん、これだけ甘いと凍らせて食べても結構甘さ残ると思いますんで、これ一口サイズにカットして冷凍してアイス感覚で食べるのもいいんじゃないかなと思います。これざく切りにしてマンゴーブロックみたいな感じにしてスムージーの材料とかにしてもいいかなと。これね、完熟バナナと同じかそれ以上の甘さがあるんで、スムージーとかの甘さの要素として、入れるのもいいんじゃないかなと思います。この時期特にね冷凍しておくと使いやすいんじゃないかなと思います。でこれ 100g あたり 60kcal って書いてあるんですけれども、冷凍したらねカロリー飛ばす、まあ、そういった意味でも冷凍して食べるっていうのはおすすめかもしれません。それは個人的にやってみようかなと思います。一つあたりの大きさがやたら大きいので、それはね結構ねテンション上がるかなと思います。これがね小さく切られたものだと全然美味しさ違ってくると思うんですけど、このねやっぱ大きいまんま丸ごと口の中に一口でガブって入れると、そんな高級感がある味とかではないけど、そういった満足感はありますね。はい、でこれ常温のコーナーに並んでるんですけれども、開封後は冷蔵庫で保管してくださいと、でなるはやで食べてくださいって書いてありますんで、この瓶だけで 600g ぐらいあって、ちょっとね重いし割れたりすると嫌なので、いつものようにこのチャンネルではおなじみのジップロックコンテナに詰め替えまして、これで運用していこうと思います。うおギリギリ、この瓶は小銭貯金の容器かなんかにでもしようかなと思います。ということで今回はスライスマンゴーの紹介でした。加工されているものなので、生のマンゴーのフレッシュ感だったりそういったものはねさすがに劣りますけど、食べるまでの手間ですよね。ちょうどいいタイミングまで熟成させる時間だったり、皮を剥いて種を取って切って、そういった食べるまでの手間も一切ないっていうのがこの商品のいいところだと思います。こんだけ量が入って698円っていうのもだいぶコスパがいいと思いますので、気になる方はぜひお試しください。ということで現場からは以上です。ということでここからは月末恒例の今月の振り返りをやっていきたいなと思います。商品レビューの方はね終わりましたんで、もしもレビュー動画だけ見たいという方はまた過去の動画見ていただければなと思います。はい、すぐそこがですね森なんで、セミがねちょっとやんやんうるさいかもしれませんけれども、パパッと喋って終わりたいと思います。今月の振り返りなんですけど、前回までの動画で連続6日間更新っていうのを、自己記録なんですけど一応ね目標にしていたので達成できてよかったです。でね、今撮ってるこれが7月31日中に上がれば7日連続更新ということで、さらに記録が伸びるので、まあちょっと頑張って編集したいんですけれども、今もう夕方の4時なんで、この時点で1秒も編集まだやってないんで、多分、動画出るとしても夜遅い時間になるかと思いますが、はい、基本的には朝一6時とか7時に出したいなとは思ってるんですが、最近ねちょっとなかなか編集撮影が間に合わなくてできておりません。飛行機うるさ、自分で勝手に立ててる目標の一つなんですけれども、20本更新と、あと、
もともと5日間連続更新で6日こういう風に伸ばせてるんで、そこは途切れずにね頑張ってやっていきたいなと思います。7月はですね、次男が保育園に行き出したりとか、嫁が働き出したりとか、長男が夏休みになったりとか、いろいろいろんな初めてのことがあった月で、まあ、一番しんどかったのがですね、病気ですね。体調不良、もうこれが本当にきつかったです。やっと治ってきたんですね。次男から手足口病のトレンドが始まって、長男で僕みたいな感じで回ってきまして、で一番最後にかかった僕が一番ひどかったと。はい、ほんとね、7月の2週目3週目っていうのはね、特にね体調不良のピークで、しんどかったですね。手足口病は本当に危険な病気だと思いますので、皆さん、くれぐれもご注意ください。大人がねかかると本当大変だと思います。足のね小指の爪が剥がれそうな雰囲気をしております。これもね手足口病のなんか症状の一つらしいんですけれども、控えめに言って地獄だったので、もうね流行ってないと思いますけど、テレビでね一時期毎日のように手足口病に関してねこう流行ってるよっていうニュースやってましたけど、もう本当ね一言じゃなく、はい、しんどいです。で、そんな体調不良だった7月なんですけれども、いろいろね思い出深い出来事がたくさんありまして、思いついた順に挙げると、まず YouTuber の方のオフ会に参加したことですね。これはですね中旬ぐらいの動画でその様子少しアップしてるんですけれども、サンフランシスコ在住の YouTuber の方でケントゥーンブログっていうチャンネルを運営されてるケントさんが休暇で帰国してる期間に福岡に来られてるということで、急遽ねオフ会が決まりまして、でバタバタ行ってきたんですけれども、オフ会っていうのは不思議なもんで、こう YouTube の画面でいつも見てる方の実物がそこでね動いてるっていう感覚、あ、それはねやっぱね不思議ですよね。ケントさんはもうほんとね動画で見る感じ雰囲気ともうほんと変わらない方で、年齢はね40歳ちょっと超えてる方なんですけれども、すごい元気な方、スタイルも良くてほんとねシュッとして、背筋もピンと伸びてて、肌ツヤがすごい良くて、若いなっていう印象でした。でケントさんのオフ会の二次会でちょうどまたアメリカ在住の YouTuber さんが福岡に来られてるっていうことで、その方も、その二次会に参加されてですね、チャンネル名はパジメっていうチャンネルなんですけれども、はじめさんっていう福岡出身の YouTuber の方で、その方とも一緒になんか二次会でこうお話しする機会がありまして、まあ、特別な1日でした。でその二次会の帰りに手と足に湿疹ができて、僕の地獄が始まったっていう、まあ、きっかけの、日だったっていうのもあって、まあ、思い出深かったですね。はい、で今月1歳になった次男なんですけれども、これまでね捕まり立ちしてこう伝い歩きみたいな感じで移動はできてたんですけれども、今月ちょうどね誕生日過ぎて 1,2 週間ぐらい経った時に、ようやくですね何も補助がない状態でこう少しね、歩けるようになったと。はい、その様子がこちら。はい、こんな感じでですね、僕はねその瞬間目の当たりにできなかったんですけれども、ちょうどねプールで遊ばせてた時に嫁が撮ってくれてたものになるんですが、成長の過程というか進化した瞬間っていうのを、まあ、動画で残しておくとすごいいいなと改めて思いました。で、あとはこの間行ったドームですかね、週末ヤフオクドームに行ってきたんですけれども、まあ、その時の様子はねエピソード170の後半に動画少し差し込んでおりますが、20年以上ぶりのドーム観戦だったんで、もうほぼ初めての人と同じくらいね、期間が空いてるんですけれども、感想はですね、疲れたと。ホークスは好きなんですけど、まあ、ドームにまで行ってこう見るほどのモチベーションはないという感じだったので、もうねしばらくはいいかなって感じでした。ただ鷹の祭典というイベントがあった日で、ユニフォーム、レプリカのユニフォームがもらえたっていうのと、あとは試合終了後にドームの中で花火がバン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 
何発か、上がるっていうのは見たことなかったんで、はい、長男花火好きなんで、見せてあげれてそれは良かったかなと思いました。ただですね、その日が日曜日だったんですけど、その晩から熱が出まして、長男ね、月曜火曜と、まあ、ずっと熱があった状態なんですけれども、本当今月1ヶ月間家族のメンバーも含めてですね、体調不良の1ヶ月間でした。で、今月はチャンネル登録者で5000人突破っていう目標が密かにあったんですけれども、まあ全体的に再生数もそうなんですけど、登録者の伸び率も失速している感じですね。その要因はですね、いろいろと思い当たる節がありまして、まあ、8月はね、そういったところ改善しながらやっていきたいなと思います。8月5日か6日にこのチャンネルが1本目の動画を出してちょうど丸1年経つという感じで、節目のタイミングになるんで、そこからね、シーズン2という形で始めていこうかなと思っておりまして、で、まあ、そのタイミングでこの1年間 YouTube に動画をこうアップしてきた活動を振り返るような動画を作ってみようかなと思っております。いつものレビュー動画みたいな感じじゃないんで、レビュー動画を目的で登録している方には面白くない内容になると思いますので、まあ、そういうエピソードが出てきたらスキップして、いただければなと思います。まあ、ただこれから動画始めようかなって思っている方とか、今まさに動画始めてて、こういろいろ動画作ってやってる方にはいろいろ参考になることがあるかもしれません。特別動画がバズったりするわけでもなく、誰かとコラボしたりするわけでもなく、ほんと一人でコツ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 地道にやってきて1年間積み上げてったらどういう数字が出たかとか、そういったことがメインの動画を出してみようかなと思っております。そんな感じで今月の振り返りということでした。はい、ここまで見てくださる方がどれだけいるか分かりませんけれども、はい、最後までご視聴ありがとうございました。8月はシーズン2が始まりますので、引き続きよろしくお願いいたします。で、チャンネル登録ですね、まだされてない方はこの画面の下にですね、赤いチャンネル登録ボタンありますので、そちらをタップしていただけると、最新の動画の通知とか飛ぶようになりますので、はい、ぜひこの機会に登録お願いします。ということで今月もありがとうございました。